奄美大島の伝統工芸品、本場奄美大島紬に親しんでもらおうと、奄美市で紬の日の集いが開かれました。では出発です。奄美市は今月5日を紬の日と定めていて、毎年この日に市民に大島紬の着用を呼びかけてイベントを開いています。このうちおよそ150人が参加した紬大行進では、大島紬を着た市民が市街地を練り歩き、大島紬の魅力をアピールしました。奄美の伝統を背負って歩いているような、すごい着心地もいいし、昔の人から紡がれてきたものをこう一身にまとって歩かせてもらって、すごい気持ちよく歩かせてもらいました。友達のお母さんが持ってたやつを借りました。華やかでいいと思います。またメイン会場では地元の高校生が踊りを披露したほか、旗織り体験や写真撮影をして、多くの人が大島紬の良さを再認識した一日となりました。